知らないゲームを教えたい。こんにちは、ゲームブロガーのラウです。本日からいよいよね、任天堂スイッチで任天堂64のゲームとメガドライブのゲームがプレイ可能になりまして、それに合わせてね、メガドライブと64のコントローラーも任天堂のねショップで販売開始したってことで、じゃーん、来ました、64コントローラー。いや、これでしょ。あ、ちなみにこれ一回もう開封してますからね。俺基本的にこういうコントローラーあんまり買わないんだよ。というのも、任天堂スイッチのプロコンはすごく使いやすいから、全部プロコンでいいじゃんと思ってるんだけど、64に関してはどうしてもね、この、方向スティックの感触と、この配置がね、どうしても、これじゃないとダメなんで。罪と罰をね、どうしてもこれでやりたかったのを今回変えました。まあ、いいね。あ、ちゃんとね、ここに、ZR ボタンと、スクショボタンとホームボタンはこの部分にあって、で、この本来、コントローラーバッグがあった場所はもう埋まっていて、埋まってるんだけど、ここにバッテリーと、あと、振動する機構が入ってるんで、持った感じは本当に昔の64コントローラーに近い感じだし、方向スティックも昔のまんまだね。インターネットでさ、64のコントローラーをこう持つと、なんか、そんな風に持たないみたいなさ、ツッコミがいっぱい入ることをね、よく見かけるんだけど、こうやってやるゲームあるんで、風来の試練2っていう。風来の試練2っていう名作があるんでね、風来の試練2をやってない連中による弾圧に俺は負けないからな。てか、星のカービィ64とかもこれだからね。いや、持った感じ、あの感じだね。いいね。やっぱこれだよ。プロコンも素晴らしいんだけど、やっぱ64のゲームに関してはこっちじゃないと、なんか違うんだよね。これで64のゲームバンバンやっていくよ。64のゲームとね、メガドライブのゲームやるには、追加パックに入んないといけないんだけど、もう俺は、早速ね、手持ちのゴールドポイント。死ぬほど溜まってるゴールドポイントを全部突っ込んで速攻で入ったからね。まあやっぱ追加パックの料金はどうしてもこれまでのスイッチオンラインの料金の倍になっちゃうんで、まあ高くはないけど安くもないよなっていう。今後どのくらいのペースでソフトが追加されていくのかってのもわかんないし、メガドライブに関してもね、まあ大体メガドライブミニの方でプレイできるゲームが多いんで、まあ、コアなセガファンほどあんまりグッとこない。まあ、任天堂のハードでメガドライブがプレイし放題っていうところにね、プレミア感を感じるセガファンは一定数いると思うんだけど、ゲームのラインナップに関してはもう一声欲しいなってのがあったね。まあ、ただ、本当に今遊べるゲームは名作揃いで、ガンスターヒーローズは特に面白い。メガドライブ詳しくなくて、どれやったらいいかわからんって人はもうガンスターヒーローズからやってくれ。ガンスターヒーローズマジで傑作なんだ。64に関しては罪と罰が俺好きなんでね、押していきたいかな。今後追加されそうなゲームって何来るかね。まあ、個人的にはやっぱ風来の試練2をね、まあ、風来の試練2はただ風来の試練5プラスが今販売中で、そっちも十分いいゲームだから来るのは来てほしいんだけどね。まあ、あと個人的に出してほしいのは電撃イライラ棒なんだけど、64の電撃イライラ棒面白かったんだけど、まあ来ないよなっていう。風来の試練と電撃イライラ棒を待ってます。それ以外だと、任天堂系で来そうなのは、まあ、パーフェクトダークとブラストドーザー。あと、まあ、大乱闘スマッシュブラザーズ一作目。Wii のバーチャルコンソールで前配信されてたんで、これは来てもおかしくないと思うんだよね。それ以外だと、まあ、やっぱり、要望多そうなのは、バク・ボンバーマン。個人的には、頑張れ、ゴエモンのネオ・桃山幕府の踊りあたりが欲しいかな。ハドソン系だと、あと、デュアルヒーローズっていうゲームがあって、これ特撮ファンには有名な、雨宮啓太がキャラ座をやってるね、衝撃ゴーライガンでね、おなじみの雨宮啓太がやってる格ゲーがあって、それちょっと配信してほしいかな。コナミ系だと、あと、落書キッズっていう格闘ゲームがあったんで、その辺も。でも結構64はそもそもタイトル数が少ないから、配信できそうなゲームも少ない気もするんだよな。今後どういう感じに、なっていくのかね。楽しみでもあり、不安でもあり、みたいな。まあ、そんな感じでね。64コントローラー来たんで、64のゲーム、バリバリやっていきます。みんなもやろう！任天堂 64！ というわけで、今日はここまで。よければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、さらば！